はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回はハーツオブアイアン4現代元日本プレイの続きをやっていきましょうということで、ここまで対中国、対北朝鮮、この辺りとの戦争を睨んだ作戦準備を行ってきました。でいよいよですね、北朝鮮との開戦予定時期まで、まあ、約半年強と、年明けには開戦予定なので、そこまでちょっと今回はね、時間をサクサクっとちょっと長くなってしまうかもしれないんですが、進めていきたいなというふうに思っています。で北朝鮮に対しては核による先制攻撃、これを一番目標に据えていきたいなというふうに思いますので、まず制空権ですね、これをしっかり取っていきたいというふうに思っています。まあ、制海権はしっかり取れてるんで、今だとどうでしょう、これを見る限り中国軍が、まあ、中国南部はもちろん南シナ東シナあたりに制空権を持っているので、これの奪回をしていくっていうよりかはもう北朝鮮に絞り込む。ただし東シナ海に関しては沖縄が核攻撃の危機にさらされるので、これだけは回避していこうというようなね、形になるかなと思います。なので残りの期間短いんですが、生産のラインはですね、もう徹底的にマルチロール機、これの増強に努めていきましょう。削れるところは全部削ると、でもってマルチロール機の生産に回していきましょう。でそのためになんですけども、まあ、今いる師団の数で頑張ってもらうっていうのを前提に、歩兵装備とかもね、ちょっと減らしていかざるを得ないかなというところですね。今だとマルチロール機、最新鋭の第6世代のマルチロール機作るのに、21個の工場投入してるんですけど、まずは主力の戦車、ここ2個削りましょう。さらに、攻撃機ですね、いわゆる艦載機、これも2つ削ります。爆撃機はむしろ生産をやめましょう。で支援装備、これも2つ削る。で歩兵戦闘車、これも1つ削って、歩兵装備、これも5個削ります、思い切って。でもう制空権を取りに行かなきゃいけないという時期になっているので、11個の工場を投入して、飛行機の大量生産、これに踏み切ります。インドネシアとは戦争を回避したので、インドネシアから輸入、さらにアルミだね、アルミは中国とは今後戦争するので、まあ、ロシアと仲良くしておきましょうか。となると今後の戦争を考えると、制海権、これは確実に守っておかないと入ってこなくなっちゃいますね。せっかくの輸入で獲得する資源が。さあ問題の大問題と言っていいと思うんですけど、まずは東シナ海の増強だな。沖縄の基地、ここに航空隊を増強します。で第3世代のマルチロール機、これが72機か。さらに第4世代のマルチロール、これフランスから輸入したものですね。第 5.5 世代のマルチロール機、これも投入して、これを早々に制海権確保のために東シナ海で展開。台湾がもうちょっと頑張ってほしいよな。台湾との関係の確認をしておきましょう。台湾には、400機近い航空機配備しているんですが、これでも制空権取れないのか。ちょっと外交関係もついでに確認します。
レンドリースを一旦やめよう。その余裕はないので今。とはいえ全くゼロにするわけにはいかないので20に変更。まあないに等しいものですね。ロシアも中華民国に義勇軍を送ってるんだな。ということは暗にロシアも中国と戦争をしたがってると思っていいですよね。でさらに準備完了。まあ精鋭部隊というわけではないんですが、18の師団、これを北朝鮮に送ることになるんだな。ただこれだとちょっと心もとないので、沖縄にいる師団これも投入して合計30師団で沖縄、あとは九州、こっから北朝鮮を目指しましょう。まあ陸軍は以上でいいかな。やっぱり空軍ですね。空軍、まあ、海軍はご覧の通り制海権は、一体抑えてます。現状はあとは空軍だな。台湾上空は台湾が自ら守っているという感じですね。問題は東シナ海、さらには日本近海は一進一退か。韓国はどうなってる？韓国、北朝鮮と戦争を始めた時の韓国の動き、国際緊張度が全く高まってきていないという状態なんで、これさ、あの北朝鮮と戦争状態、まあ、あの休戦中ということで終戦はしていない状態で、こんだけ国際緊張度が低いって微妙だよな。まあ、とはいえどう言ってもしょうがないので、やっぱり北朝鮮上空の制空権ですね、これが欲しいな。となるとこの中国地方の空軍、これの増強だな。航空機の数が圧倒的に足りてないな。第4世代の攻撃、ちょっと一度海軍の空母に搭載している艦載機の状況ですね、これ確認していきましょう。ちなみに日本第一艦隊というのが出来上がってるけど、この日本第一艦隊の内容は駆逐艦とミサイル巡洋艦か、これをどっか統合するというのも一つの手ですけどね。ただ今その余裕はないので、まず第二艦隊から艦載機の状態確認していきましょう。146の146が展開中ですね。これはすぐにでも即応できるという状態で、続いて第3艦隊見ていきます。第3艦隊の空母飛龍、これの艦載機、これが75機ですね、配備済みです。続いて第4艦隊、まあ、前回も一通りさらっとは見たはずなんですが、もう一度確認しましょう。ここも56機配備済みですね。で、ちょっと待ってね。第4艦隊に関して言うと、任務が船団護衛になってる？違うね。海上哨戒戦闘。大丈夫です。じゃあ続いて第5艦隊。第5艦隊の空母、費用。こちらの艦載機の状態確認していきましょう。ここも100、しか配備済んでいないので、じゃあここ増強をかけましょう。第4世代の攻撃マーク2ですね、これを200機、
体制にしていきます。さて続いて第一艦隊の空母巡洋の中は170体制になっています。じゃあ続いて第6艦隊ですね。第6艦隊の空母昇格、ここは60の123か、ちょっとこれは数が微妙なので増やしましょう。今合わせて62で123搭載可能なので、ここは60機増やします。ちょっと世代が一つ古いという難点はあるんですけどね、まあ、ないよりはマシというところはありますから、まあここは積極的な配備に踏み切りましょう。で大砲、ここがね航空機200機運用できるんで200機増強します。ただ200機増強できるだけの航空戦力がない、もう全配備ですね。で第8艦隊がどうなるかというと、第8艦隊の空母これ全く配備されてない状態だな。雲龍と天城合計400機航空機配備できるのに、配備できる航空機がないという状態だね。ちょっと厳しいけどしょうがない。で陸上機なんですが、まあ、輸送機は置いといて、第3世代のマルチロールに第5世代のマルチロール、まあ、この辺りが限界だな。あとは無人戦闘機、東シナ海の制空権が取れてないんだよね。ここなんとか制空権取りたいんだけど、中国軍が300機東シナ海で活動中という状態だね。まあ、なんとかしてこの東シナ海の制空権、これは確保しておきたいので、ちょっと今後の動き要確認ですね。でインドシナ半島、ここはまあ余裕を持って見ておけるかなというところですけどね。韓国上空の制空権取りましたね。問題は東シナ海なんだよな。航空戦力の数が全く足りてない。核もまだ15発ですね。
さて、そしたらちょっと今回この時間の進み具合だとどうだろう、回線まで持っていくにはちょっと時間がかかりすぎちゃうので、目標を少し変えましょう。回線まで進めるんではなくて、一旦北朝鮮上空の制空権、これのダッシュを目標に頑張っていきますか。あと香港のところノーケアなんですけど、ちょっと確認だけしときます。ロシア軍は入ってるの？あ、入ってるね。ロシア軍のこれ見ると、戦車が2部隊入ってますね。ただ一方で中国軍は全然減ってないね。いやー、この中国軍強いわ。中国軍本当に強い。今北朝鮮上空で、制空任務に当たっている機体数が207、これの増強をちょっとかけましょう。といっても動かせる機体の数がどんだけあるかというとあんまりないんですけどね。で、新しくできた工場は、もう、有無を言わさず、マルチロール機、これの生産に割り当てましょう。で、アルミがまた不足するので、アルミを輸入。フィリピンの上空が危ないよな。核を落とされる可能性が高いですね。東シナ海に300機の制空任務に当たらせている航空機を派遣してこのざまなんで、なかなか厳しいよな。あとはこちらにはさらに戦略爆撃機、これを配備しておいて、いつでも核が落とせる状態にはしましょう。なんとか北朝鮮上空の制空権、これが欲しいな。400機体制まで増やしてようやく北朝鮮上空の制海権、いや制空権ですね、これが確保できましたね。ようやくようやく。なので、まあ戦い方としては北朝鮮上空を抑えたら一気に核を落として、その後
本土の防衛に航空機を戻しましょう。それしかないな。東シナ海に増強をかけないと、東シナ海がちょっと危ないんだよな。東シナ海の航空戦力増やすものがもうあまりない。まあ、ただ今回目標として一つ据えていた北朝鮮上空の制空権は450機の航空機、これ制空任務ですね、プラス残り、まあ、ざっと500機、合計1000機を割り当てて、ようやく北朝鮮上空の制空権取れましたね。まあ、繰り返しになりますが、核を落として北朝鮮にダメージを与えた後は、中国が参戦してくるであろうために、かつ北朝鮮も核を持ってますので、すぐに本土に航空隊を戻して、本土の制空権、これの維持に努めましょう。で、未来型の支援装備ができたんで、これ多分最新鋭になるんじゃないかな。いや、中国軍本当に強いよな。東シナ海、あとは本土の防空、マルチロール機か第三世代が57機、まあ、ただこれもないよりはマシって話だからな。もうどんどん配備していっちゃいましょう。まあ、このまま海戦まで北朝鮮上空の制空権を維持しましょう。で、核攻撃を行いたいという話をしていた。中国本土なんですけど、ここの制海権、制空権を得るのはかなり困難ですね。今も東シナ海取られましたからね。ちょうど映してる間に。あとはもういかに丘で巻き返すかだな。
とりあえず沖縄に対空砲、これの建設をしていきますか。あとまあ関東もやっぱり必要だよね。まあ、じゃあ東海四国はいいのかっていうとちょっと怒られそうなんですけど、まあ、優先はしましょう。かつ海戦までに作り終わるかというとちょっと疑問クエスチョンなんで。あとはほとんど作っていなかったんですが、哨戒機、これも飛ばしちゃいましょうか。いや、中国軍本当に強かったな。まあ、このまま行くと香港が陥落するのは時間の問題ですからね、おそらく。まあ、ただ制空権を取れたと。北朝鮮上空ですね。なので最初の作戦目標である北朝鮮に対しての核による先制攻撃、これは効きそうですね。ではでは、まあまだちょっと時間はありますけども、一旦ここは強襲上陸の作戦を立てましょう。これで海戦と同時に強襲上陸を仕掛けられる状態にはできたかなと思います。まあ心配なのが東シナ海だな。東シナ海がたびたび中国軍の制空権の配下というかね、取られてしまうということが見受けられるんで、一瞬の隙に中国がそこで核を沖縄に落とさないかどうかというのが怖いというところなんですが、時間もねちょっと長くなってきてしまって、2ヶ月ぐらいしかちょっと時間は進んでないんですけども、
一旦今回はじゃあここまでに長くなりましたのでさせていただいて、次回はですね、まあ、引き続き、北朝鮮の制空権を維持しつつ東シナ海ですね、ここの制空権を取るための作戦、まあ、戦略って言った方がいいですかね、考えていきたいと思います。まあ、特に足りていない飛行機、まあ、これをねちょっと数作っていけな い, いかなきゃいけないかなというふうに思っています。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。